はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイ、こちら。宝の缶チューハイのレモンと、宝の焼酎ハイボールレモンを飲み比べてみましょう。意外とやったことないかもな、これな。うん。ちなみにこの缶チューハイのレモンの方は、アルコール度数が 8%。で、果汁が 3.3%。となっておりまして。11種類の樽貯蔵熟成酒を使い、シチリア産の手摘みレモンを使い、クリアな炭ろ過水を使っている。原材料が、焼酎括弧国内製造と、レモンと糖類と、香料と紅花色素。で、対する焼酎ハイボールレモン。こちらがアルコール度数 7%。こっちの方が高い。1% 高いです。こっちが 8% です、ね。果汁が 1.5%。こっちの、2分の1ぐらいですね。2分の1以下ですね。原材料が焼酎とレモン果汁と糖類と香料と酸味料とカラメル色素。こちらプリン体ゼロ、糖質ゼロ、甘味料ゼロ。となっております。値段がだいたいこっちが100円。こっちがだいたい180円とか。でも最近安くなって150円ぐらいになりましたね。この35周年アニバーサル。まあ、まあな。だから、いや、うまいのは間違いないですよ、これ。だから、こっちの方がうまいに決まってんだけどさ。でもやっぱコストパフォーマンス的な意味でね。コスパっすよ、コスパ。なんたってこっち100円ぐらいで売ってんだもん。まず、焼酎ハイブルレモンから行きましょう。乾杯。ああ。ああ、これは、若干甘い。若干やっぱ糖類入ってるから。うん。若干糖類入ってる。ね。若干糖類が入ってるんで、まあそこなんですけど。ただ、大体糖類とかっていうのが、どれぐらい含まれてるかっていうのも、甘味料がまあどっちも入ってないんですけど、じゃあどっちが甘いのかって、なるじゃないですか。これって実は簡単に見分けられるんです。100cc あたりエネルギーとか、書いてあるんですけど、ここにカロリー。ね、エネルギーがこちら42キロカロリー。これ42です。こちら、タカラの缶チューハイの方は、エネルギーが57キロカロリー。15キロカロリーも違う。これほとんどこれですね。糖類は、カロリーとほぼ比例するんで、うん。ただ、甘味料の場合はちょっとこれではわかんないんだけど。まあ、俺基本甘味料入ったやつ飲まないんで。どうでもいいんですけど。うん。かなり甘さが抑えられてる。うん。問題なくうまいっす。それでは、こちら。缶チューハイレモン、パンカンピー。うん。こっちはね、
まず来るのがアルコールの、あの、風味。あ、あと違うな、これな。炭酸の、こっちの方が炭酸はるかに強いですね。こっちの方が。で、こっちはなんか炭酸が弱い。で、結構、あの、アルコールの、焼酎の、あの、風味が、あの、割とダイレクトに来る。あと、レモンの酸味が、こっちよか、あと、圧倒的にこっちの方が酸味が強い。これは、これちょっと久々にこれ缶チューハイのレモン飲んだんだけど、やっぱ炭酸が違うね。圧倒的にこっちの方が炭酸強いんですよ。炭酸、こっち弱いんで、なんかこう、パンチがないというか、非常に穏やかな感じ。味として。だけど、こっちは圧倒的に焼酎の味が、あの、非常に強い。圧倒的にね、あの、焼酎の、あの、風味が、あの、全然違う。ただやっぱ、ちょっと惜しいっすね。これね。こっち炭酸強ければマジでもっとうまいと思うんですよ。で、今値段がこの35周年の宝の缶チューハイのこの、ね、35周年アニバーサリーなんで、多分かなり需要で、ね、供給がかなり多いんですよ。それに伴って値段がだいたい150円から160円ぐらいになってる。ただ普通の、まあ2ヶ月か3ヶ月間前ぐらい、忘れた、半年ぐらい前は、まあ値段普通に180円とかしますんで。これちょっと残念ですね。だからこっちの 1.8 倍うまいかって言われると、ってなるんだよね。まあ、あとこっちの方が甘い。砂糖的な意味で。まあ、どっちって言われると、さっきこっちが絶対うまいだろうって俺言ったけども、これちょっとあれですね。怪しい。宝酒造の、あの、大好きな、あの、すげえひいきしてる、俺ひいきしまくってるけど、これちょっと残念ですね。改めて飲み、あの、比べてみるとね。圧倒的に炭酸の強さ違うの。だ見てこれだって。こっちこれだよ。何にもね、あの、ついてないの。この、ここら辺に。泡が。こっち、ほら、見えるこれ。あんま見えねえか。ここら辺に、グラスの縁のあたりに炭酸、あの、粒が。ついてるんですよ。この感じでいくと、あれだな。居酒屋とかで飲むんだったら絶対こっちの方がうまいんですよ。圧倒的に。何か食いながらこう、ね、唐揚げとか、まあ何でもや。ね、つまみとか、ね、
なんか肉とか食いながらだと絶対こっちがうまいんですよ。100%。参ったな。参ったな。俺絶対こっちうまいと思ってたんだけどな。うぅ、これはちょっとあれだな。あの、宝酒造の、あの、ひいきしてる身としてはちょっとこれ言いたくないけど、あんまり美味しくない。うん。唯一も漁ってるとしたら炭酸がダメだから、あの、焼酎の旨味と、あとはレモンの強さ、まあ酸味。これですね。で、混ざってないものは、負けているのは、値段。プラス、炭酸。と、あと、甘さかな？まあ、甘さも結構こっちちょうどいいんですよ、割と。結局、その、居酒屋とかで飲むような、その、何か食いながらを想定してるような、あの、甘さ。すげえ、かなり甘さ抑えられてるんですけど、やっぱ、若干やっぱ甘さ感じるんですけど、この甘さレベルのこの、完全にゼロにすると、やっぱそこも違うんですよね、やっぱね。完全にゼロにしたらゼロにしたであんま美味しくないんですよ。うん。と俺は思ってるんですよね。俺の場合。だからこっちは、どんなシチュエーションで飲むんだろうな。まあ、これ単品で飲む。難しいな。これ、あれだな。まあ、俺ひいきにしてるの、宝酒造さんひいきしてますけど、でもぶっちゃけた話、ひいきしてるからっつって、嘘はつかない、つけないんで。僕消費者なんで、うまいかまずいかっていうのは、俺の舌だからね。うん。この舌に、嘘つけないんですよ。だから言わしてもらうと、ぶっちゃけこっちの方、買う価値あんまないです。うん。おまけにですね、宝酒造の焼酎で、純ってやつがあるんですけど、あれで、もう自分で作った方がいい。純これぐらい、3割ぐらい入れて、あとはレモン若干ちょこっと入れて、で、炭酸で割るみたいな。そっちの方がはるかにうまいとは思いますね。うん。やはり、決め手となるのはこれ炭酸の強さだな。こっちね、飲んでてもね、全然炭酸ほぼ、うん。微炭酸。微炭酸のさらにの微炭酸ぐらいですね。うん。うん。これほとんど炭酸ないです。え、ちょっと待って。うん。賞味期限も2020年の2月なんで、一切関係ない。やっぱこっちの方強えな。やっぱ焼酎ハイボールパネーなと思ったんだ。焼酎ハイボールレモンパネーな、やっぱ。だから、そうっすね。難しいっすね、これもね。うん。だから、俺だったとしたら、俺個人的に焼酎、宝酒造の焼酎大好きなんですけど、その中で俺が一番おすすめするのが、純ではなくて、宝酒造の、一番個人的に、コスパがいいと思ってる焼酎はですね、まあ、
4リッターの、うん。4リッターの焼酎の、まあ、この前にも言ったんですけど、極上っていうやつです。うん。極上っていう、宝酒造の焼酎があるんですけど、これが非常にコスパがいい。うん。ちょうどいいぐらいの感じ。で、その上になると、その上のランクがあって、一番下のランクが普通の宝焼酎。で、次のランクとして極上。で、その次の一番上の、ランクが、さっき言った純。なんですけど。うん。まあ、さらに実はそれプラス、さらに上があるんだけど、あれは多分、焼酎じゃなくて、ほとんどウイスキーに、味がもうウイスキーなんだよな、あれな。ぶっちゃけた話。あれを焼酎と言えるかって言われると、ちょっと俺、謎ですね。うん。だから個人的には純ぐらいまで、宝酒の焼酎香類、焼酎の香類っていう意味で、絶対この純が多分一番個人的には、美味しいと思います。だから、うまいんですよ、こっちの方が。純の方が絶対うまいんですけど、極上よくはうまいんだけど、やっぱ、純で結構高い。まあ、値段として結構高いっていう。うん。まあ、4リッターのやつもあるんだけど、わりかしやっぱ値段が、高かったりするんで、うん。高いんですよ、うん。どれぐらい高いかっていうと、純の25度。で、4リッターが3766円。これ書いてあるんです。定価ですね。3766円です。で、3766円でしょ?で、この宝の極上の方がですね、値段書いてねえじゃねえか。値段書いてないんかい。値段書いてないんかい。これググるしかねえな、これ。アマゾンでググるしかねえな。やらかした。一応、あれですね、どっちも、あれ、アマゾンでググりましょう。宝酒造の極上が4リッターで2371円。アマゾンで。ね。いいっすか?ね。じゃあ、極上を見てみましょう。で、極上、うん、じゃあね、あれな。なんだっけ。純ね。純を見ていきましょう。純は、値段。4リッターで25度で2657円。あれ?あれ?あれ300円ぐらいしか変わんないじゃん。あれ、おかしいな。あれ?あれれ?あれあれあれ?あ、ちなみに、さらにそのさっき上があるって言ったじゃないですか。ウイスキーじゃねっていうやつ。値段が多分一番高いやつが、値段が、ちなみに、まあ、レジェンドってやつなんですけど、4リッターで、3434円と。さっきの極上に比べて1000円以上高い。ああ、でもこれだったらあれだな。なんかこう。ああ、でも、少なくともこれアマゾンだからな。これアマゾンなんだよ。そこら辺のね、店の方が多分ね、安かったりするんだよ、多分。おそらく。これ600円 ?300 円しか違わねえんだったら俺、あれだな。極上じゃねえ、純買った方がいいな。ああ。やらかした。やらかした。仕方ない。価格 .com で見ましょう。仕方ない。ここは。
汚名挽回ですよ。うぅ、これは。2371。え？あ、違うか。もう、じゃあ待て。あれ？あれおかしいな。こんなに値段近かったっけな。うん、多分。納得いかねえな。納得いかねえ。あ、もう乗ってねえじゃん、価格 .com。乗ってねえじゃん。乗ってなかったっす。うん。これあれですね。自分で自分論破した感じですね。うん。あ、でもですね、極上と、純。圧倒的に違うのが、純がですね、樽貯蔵熟成酒を 13% 使用してるのに対して、極上がですね、樽貯蔵熟成酒を 3% 使用してる。ということは、差が 10% もあるんですよ。うん。こう考えると、圧倒的に、純の方が、コスパがいいんじゃないか、ということっすね。うん。で、さらに言うと、この、純は、アルコール度数20度のやつと25度のやつと35度のやつがある。当然35度の方が高いんですけど、まあね。ええ。まあ。ちなみに335度の、のはアマゾンだと、4リッターでなんと4767円。4767円。1.9 倍ぐらいするな、値段。これだ、あれだな。これだったら25度2本買った方があれだな、得だな。うん。ちょっとこれあれだな、ちょっと高いな。35度高いな、ちょっとな。うん。ということでね。うん。まあ、これは、純買った方がいいです。うん。純はの、純の25度これぐらいまで入れて、あとレモンちょっと入れて、炭酸で割った方が多分うまいと思うわ。うん。ということでした。結論。ね。なんかを食いながら、居酒屋とかだったら確実にこっち。の方が圧倒的に美味しい。しかも値段が100円。こっち180円。絶対これ、こっちの方がうまいわ。うん。ほぼほぼ勝ってる要素ないですね。うん。これはまさかの結果になってしまった。まあいいか。まあいいか。だから、缶チューハイのレモンの方はちょっと値段が高い
上に、ちょっとど、あの、あ、あの、あれな、炭酸がちょっと弱すぎる。うん。これだとなんか、炭酸が入ってない、いわゆる水割りのなんか焼酎、焼酎の、あの、酎ハイの水割りを、炭酸使わないで、あの、普通に水で、ミネラルウォーターで作ってるような、味ですね。あの、炭酸の弱さが。やっぱすごいな。こう考えるとすごいと思うわ、この、焼酎ハイボールレモンは、マジで。まあ、星をつけるとしたら、こっちが5。こっちが5で、こっちが3ですね。うん、5、3。うん。うん、そんな感じですね。うん。ということで、ご視聴ありがとうございました。